食べよう。いただきまーす。ミニミニチャーハン。美味しそう。よかった、ね。ちょっとパルちゃんに似てるって言うん、似てるでしょ、パルちゃん似てるね、似てるの、似てるの、街中で間違えられるぐらいなんだね。すごいなんか細くなった、ダンスの実際に構成として魅力があるなっていうのは、対話のように、なんだろうね、リード&フォローをお互いにその役目を持っているかのように、まあ、踊っていける、でクリエーションをし続けることも可能であるっていうダンスで、まあ、その何かの音楽を最大限にその音楽のように踊ることが、まあ、できるっていう点が、このベストスイングのやっぱりいいと思って、コードだよね、コードだねそこまで行くのはコードだけど、それはすごくコードな遊びだよね。うんうん、まあ、パートナーダンスはやっぱりその型を覚えるっていうのが重要だし、まあ、型を覚えてその、まあ、最初に与えられるルーティンみたいなのを、まあ、こなすっていうのがまず最初の、まあ、どの、そのパートナーダンスを踊っても、まあ、習った時のシチュエーションで、まあ、大事になることだと思っていて、まあ、そのベースみたいなものが、まあ、その無意識というか、こうできるように反復練習してできるようになった時に、まあ、次のステップとして、今言ったようなことが楽しめるんだろうなって思っている。実際にそのなんかパターンを結局暗記するっていう段階から多分そこまでって、実際はなんか結構多分ギャップが、音楽で自由自在に楽しめるっていうところと、多分パターンが暗記して分かるっていうだけの段階ってすごい多分離れていて、レベルがね、うん、それって何段階あると思う、間にどういう段階が、実際にはさ、なんかいきなりそのこれの次はこれっていう感じはしないじゃん。そのパターンを覚えた、うん、じゃあ入門クラスに行きましたとか、うん、オープンクラスに行きました、この方が分かりましたっていうのと、うん、音楽に合わせて自由自在に踊れるっていうのって多分すごい逆があるじゃん、この音楽のように踊るみたいな、うん、実際にはどんな練習を実際すると結局そこにたどり着けると思う？ああ、実際にね。うん。なんかすごい多分段階があると思っていて、なっていうふうに感じるんだけど。最初のうちは、やはりその、ベストシンガーだと1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、7、8のようなタイミングのそのリズムの取り方、簡単に覚える必要があって、で、それらの、どのような、そうなんだろうね。まあ、ビートで作られてるものとか、ウエスコスインガーと2ビートってよく言われたり、言ったりするけど、その基礎の、シュガープッシュなシュガープッシュの、そのビートが入ったら、それを、まあ、1、2、3、4、5、6。通常そうだけど、1、2、3、4、5、6。まあ、全部トリプルで、まあ、踊ってみるとか、逆に、その6カウントで終わってるから、7、8、残ってるビートを、ウォークとか、ワン、ツーをプラスして、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトで、ワン、エイト分にしてみたりすることによって、もともとあるワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、シュガープッシュを、まあ、その時点でもう崩しているような、プラスアルファを加えてってるような、感じにしてる。ね、なんかそのようにどんどんクリエーションしていくっていう、まあ、言葉を2ビート加えていくような、感じでしていけば、まあその人が作る、まあ、まあ言葉のような、まあ、というかセンテンスっていうかになるかな。ベーシックに変形、ベーシックな形をきちんと分かって、うん、でそれをきちんとそのビートに合わせて、その通常のカウントで
できる、常にどんな時でもできるっていう風になったら、次はそれを変形させていくっていう段階、うん、いろんなビートにしてみるとか、いろんな踏み方にしてみるみたいにして、アレンジをしていくみたいにしていく段階を経て、その最終的にすごく音楽に合わせて自由自在にそれをやるみたいな、うん、そうだね。実際に始めた頃と今で、今はまあミュージカリティを少し多分感じながら踊れるようになったと思うけど、意的なその何か、そうさせた、ものみたいなものっていうものはある？何かそのミュージカリティを意識するようになったきっかけとか、それともその何、どういう練習をしたかとすること、まあどういう練習したかもそうだし、まあ、そうだ、どういう練習したか、動画をめっちゃ見た、すごい見て、動画自体はすっごい見てたけど、なんかいろんな人の動画をいろいろ見てたけど、すごいこう吸収がしづらいなって思った時期があって、なんかその時に自分が好きだなって思う人、とりあえず1人とか2人に絞って、その人たちのやっていることをなんか徹底的にコピーしていこうって、まさに今流行ってる徹底的にコピーする徹底的にパックってやつ、なんか一個でその、はい、なんか全部できるわけじゃないけど、その人がやってる、あこれ素敵、これもいいな、あこれもいいなって思ったのをなんかひたすらスクリーンショットして、なんかまずは覚えようとしたっていうのはあって、なんかその人のスタイルを少しでもなんかこう取り込もうとした、まずは、うん、っていうのはあって、すごい今でも全然やる、すごいやる、うん、なんか携帯の中がいっぱいにスクリーンショットでなんかいつもいっぱいになるみたいな感じで、うん、いつも多分やりたいなって思ったり練習したいなって思う動きをいつも常に入れておくようにはしてて、うん、あとはでもなんかそのさっき言ってたけど、そのベーシックの変形っていうのを、じゃあなんか実際に私はストリートダンスをやってきてもないし、なんかもう音楽に合わせて自由自在に踊るっていう感覚がそんなにあったわけでもないし、だからそのどっちかというと、でも音楽はすごく好きだったし、音楽は聴いてずっとちっちゃい頃聴いてたし、自分も楽器やってきたし、だからなんかこのメロディーを表現するにはどんな風に踏んだらいいかなとか、ステップをどんな風に表現したらいいかなとか、ここはすごくスムーズで柔らかな感じだなとか、優しい感じとか、なんかタカタカしてて速い感じとか、なんかそのいくつかその自分の中でそのパターンを、速いものゆっくりなものとか滑らかなものとかっていうのをなんかいくつか自分の中になんか指標を設けて、こういうフィーリングの時はこういうことやってみようみたいなのをいくつかそのなんか関連付けて、こういう動きがいいかも、こういう動きがいいかもみたいなのを意識的に使うようにしていった。で、それがなんかそういう音を聞いたらなんか自然とそういう動きが出るっていう風に練習した。で、最近はすごいなんかそれがまたワンパターンだなみたいな感じでなんか思っていて、で、毎回同じフィーリングで同じことしかできないなっていうのはすごい感じてて、だからまあそれはだからいろんな新しい動きとか、新しい使い方とか、新しい踏み方、ステップの仕方とか、そういうのを一個ずつ、いろんな人からもらって、エッセンスをもらって、まだ全然入れていって自分のものにしていかなきゃいけないんだろうな。まあ、最初のうちってやっぱパクるしかなくて、うん、で、まあ、実際にチャンピオンの方とかもね、やっぱりいろんな人の動き好きなところをパクって、まあ、それを自分の好きなようにくっつけることによって、まあ、それがまあとりあえず最初の段階のまあオリジナルと考えてもいいのかなって、うん、思う。最初誰パクったの？ベンジースチューマーで、やっぱりその人の踊りを YouTube で見たときに、すごいなんか彼はまあパフォーマンス力がすごいなと思ったのと、まあ体の動きとかその音楽の取り方が、まあ、ストリートっぽいフィーリングを感じたっていうので、まあかっこいいなと思ったのと、まあその後は実際にまあジョーダン、まあ彼のそのベストポスティングの、まあ、滑らかさみたいなものがやっぱりかっこいいなって思い始めて、まあ実際にだからその辺がミックスしてるような感じでずっと来ていた。まあ自分はズークとかもやってきたから、まあヤコブとかね、最近その辺のクリエーションをどんどんしていくような踊り方とかね、
まあ、時代とともにだから少しずつ、見るものも変わるし、まあ、音楽も変わってるし、まあ、最近なんか、去年読んだレオなんかもね、やっぱりかなりインスピレーション、まあ、インスパイアされるっていう面では踊りに出てるとは思う。まあなんか何が正しいなんてはなくて、まあ自分の好きなね、音楽の取り方一つとっても、まあ、動きのこだわりとか、そういったのはまああるのかなって。まあ、なんか好み、まあ、好みこだわりがあるのがいいのかなって。だから、まあ最初のうちってベーシックを習ったまんま、その、まあ、こなしていく。で、それにまあ慣れてないとそんなこだわりなんかそこに落とし込めないし。で、慣れてきたらなんか足の向きとか形とかそういうの一つ取ってやって、まあ自分のそのつく位置みたいなものが出来上がったり、ね、それらをまあコントロールしての初めて踊りになるのかなって。How deep is your love?Know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest heart. You're my savior when I fall.